それでは日経新春杯に出走するレッドジェニアルの中塚です。よろしくお願いします。まずはおめでとうございます。おめでとうございます。中塚さんにとって2020年どんな年にしたいですか？はい、そうですね、去年も大きな舞台で、この馬含めて勝負はしました、はい、また今年も大きな舞台でさらに上を目指せるように頑張りたいと。年間こう目標を立てるタイプですか、立てないタイプですか？僕的にはあんまり立ててない。立ててない、はい、まあでもその瞬間、ね、瞬間瞬間瞬間一日大事ですね、はい、ね、一日一生という言葉があるようにね。球者としてはまあ先生が決めてくれます、はい、うん、個人的にははい、決めてるという非常に映える映像になっておりますけれども、はい、はい、もうレッドジェニアルもね、もうお前らもうずっと来てるから、ね、普通の映像じゃ面白ないやろっていう、ファ、はい、ンサービスだと思います。さあ、レッドジェニアル、菊花賞以来ですよね。はい、はい、まず菊花賞ちょっと、まあ、振り返っていただいてどうでした？そうですね、ちょっと、まあ、ゲートも元々速くなかったんですけど、そんなに影響は、まあ、なかったと思うんですけど、まあ、気持ちとしてはやっぱ勝ち馬のところがいいなって思いながら見てたんですけど、まあそればっかりはやっぱり周りの馬もいますし、その子馬自身のスタートもあるんで3日間って思いながら見てて、でもまあ雰囲気はずっと見てる感じ良かったんで、まあ直線までいい雰囲気で回ってきて、どれだけ乗ってくれるかなっていう感じでは見てました。そんなに内容的にはまあここがこうやったらなっていうのは、まあ、なかったと思います、ね、3歳、まあ、強いところとこうやってきて、はい、見えてきた課題もあるかと思うんですけれども、はい、一番、まあ、今年ここをクリアしてもらいたいなというところはどこでしょう？あ、そうですね、やっぱりどうしても一瞬の切れではちょっと、うん、まあ、あるそうかなと思ったんですけど、うんうん、春の時点では、うん、そうですね、ちょっとホームシーン前ではちょっと、まあ、置かれたりとか、一箇所でもちょっと甘くなったりとかあったんで、うん、その辺が秋の課題と言えるか分かんないですけど、うん、まあ、もうちょっとその瞬間的なスピードをもっと使えるように、うん、持っていけたらなとは思います。完成度としては100点とすると、100点満点とすると、どれぐらいまで完成度は上がってきてる、あとまあ余白としてどれぐらいありそうですか？そうですね、まあ、あまり、まあ、いつも緩いんで、はい、本当の感想としてはもうまだまだ、もう70とか、まだ、まあ、80もいってないんじゃないかなとは思うんですけど、あ、まあ、もう年明けて4歳だったんで、うん、まあ、本当、この1年。かなり成長してくれるかと思うので、うん、まあ、3歳児になかったしっかりしたところが出てくれば、うん、今後もっと上で、はい、さっき言ってた大きな舞台で、はい、そうですね、成長できると思いますけどね、まあ、とはいえ日経新春杯、まあ、京都の外回りの重賞で中距離ですから、はい、これはもうレッドジェニアルにとっては実績上げてる条件ですね。そうですね、まあ、2200でも春に走りましたし、はい、はい、まあ、舞台的には走りなる場所にありますし、そして具合の方はいかがでしょう？お正月をちょっと遊びましたが、そうですね、まあ、まあ、調教も休まずっと積んで、まあ、プールも取りて、いろいろ足湯とポリ、山と全部使って、まあ、こなしてずっとここまで来れてるんで、うん、まあ、あと2本、今週、来週、明日ジョッキー江田さん乗るんですけど、はい、まあ、そこである程度、まあ、今のコンディションがはっきりするかなと思います、うん、はい、それでは最後に抱負だけお聞かせください。今年、なあ明けましてまた、このままもっと成長した姿を見せれると思いますので、応援よろしくお願いします。レッドジェニアルの中塚女子でした。ありがとうございました。ありがとうございました。